ローマチービタカステラーナビテルボ線は、イタリア・ローマのアトクが運営する都市鉄道路線。ローマ市中心部のフラミニオ広場にあるフラミニオ広場駅からチービタカステラーナを経由して、ローマの北西約6 5トルにあるビテルボの間を結んでいる。ローマ北線と表記されることもある。1913年にチービタカステラーナビテルボ間、1932年に ローマチービタカステーラーナ間がそれぞれ開通している。ローマを出発し、チービタカステーラーナまでは、フラミニア街道に沿って走る。そこから北西に向かい、ビテルボに至る。起点のフラミーニオ広場駅で、ローマ地下鉄営線、フラミーニオ駅とトラム2系統と乗り換えか。また、終点のビテルボ駅で、イタリア鉄道の近郊路線フロリダ3と乗り換えか。 2014年現在、フラミニオ駅とモンテベロ駅間は、平日ピルマは毎時5本、ラッシュ時は7本、休日は毎時2から3本の列車が運行されている。また、フラミニオ駅とビテルボ駅の間は、平日は1日に12から16本、休日は1日に6本の列車が運行されている。フラミニオ駅からモンテベロ駅までの所要時間は、約20分。 ビテルボまでは約2時間40分である。ありがとうございます。